頭ぶつけたよ。一体何が起こったのでしょうか。霊夢、起きれるか。あと5分。起きろ。よーっこいしょー。何ここ、ヒトラーは？前回ヒトラーを追い詰めたものの、あと少しのところで逃げられたぜ。逃げられたというより、霊夢さんたちが別の場所に飛ばされてしまったようです。見た感じ前回来た教会と同じ場所に見えるけど、真っ暗だし様子がおかしいね。ブルーノさんに連絡を取りたいが、無線も通じなくなってしまった。これからどこに向かえばいいの？まずは外に出ようぜ。はーい。おそらくですがここがシュワイガーさんの言っていた異世界なんでしょう。シュワイガーさんから聞いた情報ではここは死を生産する工場群、ゾンビ軍団はここから繰り出されているとのことだ。ゾンビ動物園で聞いた伝言ですね。それにしても寒い。シュワイガーさんはこんな場所から連絡を、一人っきりで心細かっただろうに。異世界で一人息を引き取ったシュワイガーさんを思うと、ブスン、涙が出ます。シュワイガーさんのためにもここから生きて帰って、今度こそヒトラーを仕留めないと。それにしてもここはどこだろう。さっき霊夢たちがいた場所は確かにローマの教会だったのに、外の風景はどう見てもローマじゃない。建物ごと異世界へ飛ばされたのでしょうか。こうなったらシュワイガーさん同様、ここを探索して情報を得ようぜ。ブルーノさんと連絡が取りたいよ。せめて無線さえ通じればな。私たちもジェノバの電波塔を使って、異世界と通信したんですから、きっとブルーノさんとも連絡できますよ。ほら噂をすれば無線から声が。一体誰だ、この無線は一体。って、この声。シュワイガーさん。生きてた。こんな異世界で、マジか。シュワイガーさん霊夢だよ。無事だったんだね。まさかまさかまた声が聞けるとは。こっちのセリフだぜ。しかしどうやってここを。いや、そんな時間はない。ゾンビが迫ってくるぞ。パイプを使って進め、その先にセーフルームがある。合点承知。ところでここはどこなのか教えてください。ここはツーレ、ヒトラーの王国。奴の醜い欲望の全てが、具現化した場所だ。奴は我々の世界をこのような姿にしようとしている。それは嫌すぎる。全ては私の過ちに起因する。全て私の。おいなんか最後不穏なこと言ったぞ。シュワイガーさんの過ちって何でしょうか。早くシュワイガーさんと合流しよう。パイプを伝ってここまで来たけど、未だに建物から外に出れないよ。かなり広いな。あれ？なんか電話が鳴ってますよ。あ、ほんとだ。こんな場所に誰が電話を。かわいい音だねー。ちょっと出てみよっと。はいはい、こちら霊夢だよ。誰も出ませんねー。は？うわぁ。今の何、いたずら電話だな。マジでビビった。異世界ではいたずら電話もハイクオリティだよ。こんな不気味なとことっとと出ようぜ。合点承知。さっきの工場を抜けたら今度は舞台みたいなとこに出たよ。シュワイガーさんと合流できたな。異世界で長い期間過ごした割にお元気そうです。それよりここよく座みたいなものがあるよ。ここはヒトラーの謁見室だ。謁見室？奴はここで待っていた。そしてカルトどもによる儀式で力を取り戻したのだ。なんか目の前に光るものがある。見るからに大事なものそうだな。これはレリック。これこそが儀式の実となったもの。めっちゃ重要アイテムでしたね。これがヒトラーを再生させた。レリックが世界をゾンビだらけにした元凶なんだね。これを破壊すればいいの？これが奴を再生したなら崩壊もさせられるはず。おいおい、ほんとかよ。持っていけ。そしてこのレリックを奴に対して使う方法を探すんだ。シュワイガーさん、それはさすがに無茶ぶりでは。あの人なんかちょっとやけクソになってない？長いこと異世界でサバイバルしてたんだ。察してやれ。とりあえずレリックは霊夢が持っておくね。おみくじの入れ物に似てる。なくさないでくださいよ。はーい。レリックを持ったはいいですが、異世界からの抜け出し方がわかりませんね。それに関してはシュワイガーさんが上で準備してくれてるみたいだぞ。シュワイガーさんも早く元の世界に戻りたいだろうし、レリック持って帰ろう。それにしてもさっきシュワイガーさんが無線で言ってたことが気になります。あ、過ちがどうのとか言ってたな。ちょっと思い詰めてるみたいだったけど、それに関しては帰ってからきっちり説明してもらいましょうか。廊下の向こうが明るいぞ。もうすぐ外に出られるんじゃないか。やったー、外だー。シュワイガーさんも無事そうだ。起きたか。ポータルは間もなく準備できる。帰れるんだねー。それと大事な話がある。実はポータルを開いた状態を保つには誰か一人こちらに残らなくてはならない。じゃあ全員は帰れないの？そうなるとやはり残るべきは私ということになる。そんな他に手立てはないのだろうか。せっかく異世界で生き延びたのにシュワイガーさんが帰れないなんて。言い争っている時間はない。今回の全ての元凶は私だったのだ。この方法なら私は私が犯した過ちをようやく償える気が。かなり思い詰めてるな。自暴自棄は良くないよ。さあ準備しろ、敵はもうすぐ来るぞ。あわわ、でもまだ話したいことが。シュワイガーさんの決意は固い模様。気になることはいろいろあるが、霊夢はレリックを持ってるんだから、生きて元の世界に帰らないと。ふすんふすん。けたたましい音とともに戦闘機が近づいています。シュワイガーさんとの話の続きはこの戦闘の後でしましょう。というわけで、ここでゆっくり米変身タイム。ポータルが準備できるまで耐え切るんだぞ。それではまず今回の1件目、英気さんより変身シーンは攻撃しない。これ鉄則。その通り。どんな卑怯な悪者でも変身シーンは待つのがマナーだよね。そうなの？変身シーンに攻撃するという行為は決して許されない極悪指導の行いです。さすがに言い過ぎだろ。許されない。義務教育で教えるべきですね。それでは続きまして2件目、 M さんより、一緒にハードナイトめったり旅しませんか？これに慣れたら気持ち良いですよ。霊夢たちと遊んでくれるの？これは嬉しい申し出なんだぜ。私たちでよければぜひお供させていただきます。うちの霊夢は全く戦力にならないんだが、それでもよかったらうく主のツイッターまで連絡を送ってほしいんだぜ。8号ゆっ
くり実況で検索すれば出てくると思います。とてつもなくかそってるアカウントがうちのオープン主だよ。皆さんと一緒にゲームできるの楽しみにしてますよ。それでは本日の3件目、 R さんより儀式終わるまで待ってあげるなんて優しい世界。みんなやたら肯定的なのどうした。今回視聴者さんから早く打てよ的なコメント一切ありませんでしたよ。みんなリスキルしない派なんだねきっと。霊夢と一緒は。いやお前エーペックスでリスポーンシップ見つけたらピラニアのごとく詰めに行ってんじゃん。あー聞こえない。極悪指導ですね。やばい霊夢の好感度がもともと低いから安心しろ。それでは続きましてのコメント、 Y さんよりリスキルしない優しさ、ヒトラーあっさり倒れたと思ったらどうなる。続く。こうなったよー。まさか異世界へ飛ばされるとは。最近の流行りだもんね。ちょっと意味が。おかげで死んだと思っていたシュワイガーさんの無事が確認できたわけだが、今度は全員では帰れないとか言われたよ。ほんと次から次へといろいろ起こるんだぜ。でもなんだかんだここまで来ることができたので、あともう一息頑張りましょうね。はーい。それでは今回最後のコメント、 T さんより。おお、終わり方いい。連続ドラマの終わり方感ある。ありがとうございます。僕海外ドラマ大好きなんです。毎回エンディングの曲変えてるのもそれが影響だぜ。ウプ主は大好きなドラマの演出や戦法真似て動画作ってるよ。最後まで見てくれて嬉しいんだぜ。とりあえずゾンビ踏んだ時の血がジャブジャブで草。この世界のゾンビは柔らかいからな。地面に寝転がってるゾンビは銃で撃たなくても踏んで倒せるよ。他のゾンビゲームのゾンビを見るとモブの強さにびっくりするぜ。それでは今回のコメ返信タイムはここまで。今回もコメントいただき本当にありがとうございました。ミラノから始まりついに異世界まで来ちゃったけど、そんな中このコメ返信コーナーがこんなに続いたことがすごく嬉しいよ。ウプ主はコメントが一件もいただけなかった場合、何話そうかってずっと考えながら編集してたらしいぜ。ネタに困った時は僕の黒歴史を切り売りするしかないと思ってました。需要ねえだろそんなもん。それより皆さん、シュワイガーさんが元の世界に戻るためのポータルを繋いでくれたようですよ。やったぞ、ポータルが開いた。やった、帰れるぞ。さあ行け。でもシュワイガーさんは、ヒトラーのクソ野郎に飛び切りの一発をお見舞いしてやるんだ。せっかく生きて会えたのに、シュワイガーさんはそれでいいの？残念ですが霊夢さん、先ほどシュワイガーさんが言っていたように、帰り道のポータルを開いた状態にするため、誰か一人はここに残らないといけないとのことです。悲しいがここで再びシュワイガーさんとはお別れだ。そんな、何をグズグズしてるんだ、ポータルを通れ、さあ。霊夢はレリックを持って再びヒトラーの元へ行かないといけない。ここはシュワイガーさんに任せてポータルをくぐろう。ふすんふすん。